Hello, together show the drive. ちょっとホールフーズがてらショッピング行ってこようかなと思ってる。まあ見つかるかどうか分かりませんけどね。あのね、8月の最初に友達の結婚式があるのさ、で夜なんだけど、で寒いのよ。そう、サンフランシスコは寒いのよ、まだ。でさ、だから何着ようかなと思って、そもそも私あんまドレスみたいなの持ってないからさ、なんかまたあの何セカンドハンドショップ、セカンドハンドってスリップストア、あーまあまあリサイクル屋さん、中古古着屋なんかデザイナーものが売られたりとかするからさ、普通になんか100ドル超えてたりとか余裕でするんだけど、でもまあ物はいいしね。今売ってるやつ、今店頭に売ってるやつじゃないから、私はそれ被らないからさ、私は好きなんだけど、まあそれだね。真っ黒もね、ちょっとね、葬式みたいになっちゃうからね、お祝い事だから、だからなんか、見つかればいいけどね。最近ちょこちょこその結婚式用のドレス見てんだけど、まだなんかねしっくりくるものがないのよ。これっていうのがないと買わないからさ。コマッチングだな。結婚式までに見つかりゃいいけど。で寒いでしょって、絶対上着必要だし、まあアメリカンスタイルの結婚式だから、なんかそんなになんかフォーマルしなくていいとは思うんだけどさ、結婚式する人は日本人、日本人なのよ。日本人って言ってももう10年以上アメリカだからさ、もはやもうアメリカ人なんだけど、だから来る人もあの日本人ややいるし、アメリカ人もいるって感じなわけだから、まあ一応なんか、まあ日本人が見ても常識の範囲内ですねって思われるような感じでもあり、あんまり決めすぎない感じにもしたいし、あとはまあ私が納得してきたいからね。 Yes! 難しいですね。そう、結婚式のドレスとかも私なんかやっぱちょっと変わったもの着ちゃうからさ、難しいよね。だってさ、毎回さ写真は撮るじゃん、同じの着たくないじゃんね。とか言ったら毎回結婚式出るたびにさ買わなきゃなのみたいな。レンタルとかもあるけどね、でもレンタルだとね、私が着たいやつみたいのがないんだよね。
万人受けする系だから、私結婚式行ってきたからね、若い時から。なんか会社やってるとさ、社員とか取引先とかのさ結婚式とかもあるじゃん。だから超行ってたね。そのたびに着ていく服どうしようとか思ってたけど、このドレスたちはどこに行ったんだろう。あげたり捨てたりしたんだろうね。でもまあサンフランシスコはもう年中さ気候が変わらないから便利だよね。その夏にさ結婚式があったらさ、なんか夏用夏風のやつ買わなきゃじゃん。でそれ昼と夜でもさ違うじゃん、ルールみたいなのが。なんかヒールもさ、あの何、あの塔が見えたらダメとか言うじゃんね、指先。でも夜だったら、うん、あ、昼はいいのかな、夜だったらうんぬんかんぬんとかさ、なんかそういうなんかいっぱいルールが日本あるじゃんね。こっち全然ない、ないしさ、気候も同じだから私にとっては楽ちんなんだけど。でもあれあれよ、あの四季折々の何とかがないからさ、あれいつ、あれこの間あったのはいつだっけって言って思い出せないのよ。半袖着てたかなだったらさ、あ夏だねとかなるじゃん。春だねとかさ、いやあの時コート着てたから冬だねとかいう思い出し方ができないわけ。いつも長袖だから、いつも同じようなさ気候で同じような格好してるから、そこがねもうねもうダメよ。どんどん思い出せないループにかかってる。やったー、コマッチング。アメリカの結婚式ご祝儀制じゃないからね、プレゼント送ったりとかさするよね。でもまあなんかアマゾンとかなんかいろんなところのウィッシュリストみたいなのはあの送られてるから、そこからなんか買って家に届けてあげたりとか、まあ、あとはギフトカードとか。ご祝儀の方が嬉しいけどね。だからいいドレスが見つかりますよねって思ってる、うん、てか髪切って正解やな、正解やわって思う。本当によかった、扱いやすい、もう扱いやすい何回言ってんだろう。長すぎでもなく短すぎでもなく、中途半端な長さといえば中途半端な長さなんだけど、ちゃんと重力で下には落ちてきてくれるから、あの寝癖がそんなあのショートとかボブの人よりは寝癖はないと思うんだよね。でも毛先が動くように切ってもらってるから、はい、だからまあ毛先はかなり遊んでるけど、この人たちはかなりいいよね。私髪の毛の量多いけど少のが嫌なのね。だから束で切ってもらってるから、動きは出るようにはしてくれてる。 Yes
まあでもプロにお任せするのが一番だよね。もうこういう感じでっていうイメージさえ伝えれば、あとの手法なんてものはもうおプロさんにお任せでございます。はい、いや本当髪切ってよかった。この長さでマジ正解。これは癖になるね。だからもうこっちで美容室行くの嫌だなと思ってたけど、友達のところで落ち着いちゃったから、もうなんか安心。髪のことでなんか悩むこともないし、もうすでにその友達は私が散々めんどくさがり屋でブローもしないとかいうのを知ってるからさ、すごい楽な感じでできるように切ってくれるから、やっぱ分かってくれる人いいよね。こっちはでも高いよ。東京と変わらない。東京の表参道とか青山と変わらないよね。だってカットで60ドルとか70ドルとか80ドルはするし、ハイライトとかのカラーカラーリングして根元だけとかじゃないよ。なんか全体的な、まあ、デザインカラー、わからない、まあ、デザインカラーみたいなのして、髪切ってというカットとカラーで200ドルぐらい、200ドルちょっといくかな。でプラスチップ入れなきゃだから 10% 20% って考えたら日本よりちょっと若干高いかもね。2万5000円ぐらいは行ってる気がするよね。でも私はそんな行かないから全然いいんだけど、なんか月1とかで行く人とかだったら、早く行って。高いよね。でも美容師の人が言ってたけど、やっぱり男性がのカットは安いんだって。10ドルとか20ドルとか、それが意味が分かんないって言ってた。やる仕事は一緒なのにって言ってた。確かにね、そうだよね。むしろ男性の方が大変じゃん。超見えるじゃんね。女はさ、長かったりするとさ見えないじゃん、後ろとか。けどいや、でもなんか昔の床屋みたいな名残で男性は安いみたいな感じの風潮になってるから困るって言ってた。何なのそれって言ってた。確かに本当にエグザクトリーだよね。おい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 、最近またタピオカティーにハマってる。まあ前からずっとハマってんだけど、美味しいところを求めてえんやこらって感じでよ。やっぱタピオカティーでも美味しい美味しくないのはいるよね。タピオカの部分がなんか中の芯がまだ全然残ってて、あれみたいな、これアルデンテすぎじゃねっていうタピオカもあるし、あとはそのミルクティーの部分、ドリンクの部分が美味しくなかったりとかするよね。なかなかその両方がね美味しいっていうところがねあんまないよね。コマッチングだよね。何コマッチングって私たまに使ってるけど、困ってる ING ってことだよね。はぁ、紛らわしい。よし、もう着いちゃったかな。あとはストリートパーキング探すもんやで。駐車場の神様来てくれますように。ってことで行ってきます。ドレス見つかったらまた言うね。バイバーイ。